いやー、よかったですね。そうっすね、面白かったっていう噂で決勝まで行きたいぐらいの。あと本当舞台上で気づいたんですけど、あの舞台上であのこの相方の頭をこう握ってこう近づけるっていうところがあるんですけど、あ、散髪してるなこいつって。当たり前だろ。今日の朝にやってきたよ自分で。これ本当にモテたいっていう気持ちがすごすぎて、うん、そうですね、そのゲイよりもやっぱモテたいっていうのが先行しちゃってて、はい、でそれは良くないぞっていうので、もう自らの意思で自ら、まあ、芸人に集中するために坊主にしたっていうのは言ってました。いや、そうです、はい、もう漫才ちょっとでもこう笑いが増えればいいかなっていう、まあ、結果どうなってるか分かんないですけど、あともう中さんに言われたってそれが一番正直それが一番でもう中さんがやっぱその漫才とか考えた時にちょっと色気づいてる場合じゃないよって言って、もっとお笑いを頑張りなさいみたいなメッセージも込めて坊主にした方がいいんじゃないみたいな言ってくれて坊主にして、でもいざ坊主にして会ったらめっちゃ引いてましたけどね本当にしちゃったんだ